粕が少し入っている。そうですね、まあ、ソースのベースに酒粕も一緒に加えて仕上げて作ってるような、まあ、ほのかに酒粕の香りとあの独特な苦味というかがあります。北斗市にあるフランス料理店です。シェフの関川優也さんがフレンチ料理のソースに使っているのは酒粕です。そして料理に合わせるのはワインではなく日本酒です。道南に35年ぶりに復活した酒蔵を中心に今地域の新しいチャレンジが始まっています。はい、すみません、ありがとうございます。ここはとっても気候もいいですし、お水もいいですし、生産されるお米も素晴らしいものができてますので、できたらここに地酒っていうものを欲しいなとずっと思ってたんです。函館醸造は去年、七飯町で酒店を営む富原さんがクラウドファンディングで資金を集め立ち上げました。七飯町で採れた酒米と地元の山からの伏流水からゴッホーが作られます。その過程で生まれるのが酒粕です。食物繊維が豊富で腸を整える作用があり美肌効果があると言われる酒粕ですが、年に10トンも生産され、通常はほとんど廃棄処分されます。副産物ですか、それらを地域の皆さんに使っていただいて、そしてこの地域を盛り上げようっていう感じで、私たちもそれに少しでもお役に立ちたいと思いまして。客だけでなく飲食店や企業にも無償で提供を始めました。食の街って言われるような肉付けがどんどん今できているのかなとは思いますね。フレンチの基本は地産地消です。関川さんは地元で採れた食材を地元のお酒とともにいただく食の楽しみ方はワインでも日本酒でも変わらないと言います。フランス料理を食べてブドウ畑にあるワインを飲むっていう、それがこの、日本でできるっていうこと、もしくはこの道南でできるっていうことは、ものすごくこう、贅沢なことだなとも思うし。函館市の老舗洋食店五島軒ではスイーツにゴッホーの文字が。ゴッホーと酒粕を混ぜたチーズケーキに仕上げました。甘いものが苦手な人にも食べてもらいたいと、去年父の日に向けて販売したところ好評だったことから、カップケーキにして通年販売することになりました。名前だけ聞いた時にはもう全然チーズと合うのかなと思ったんですけど、まろやかな感じで合ってて美味しかったですよ。観光のお客様もたくさん来られる地域ですし、そういう地元の人にとってもうこの道南地方にこういういいものがあるんだよっていうことを一つ誇れるものが増えたというのが、住んでいる人たちにとってもすごくいいことなんじゃないかなと思っております。ありました。こちらにはゴッホーと書かれた石鹸、そしてリップクリームといった化粧品が売られています。函館空港の土産店に売られているリップクリームと石鹸、ここにもゴッホーの酒粕が使われています。日本航空の客室乗務員が開発しました。思いついたのがそこの美容成分、米ぬかですとか酒粕の美容成分だったので、それを使ってこうより広く知っていただける機会を作りたいな。日本航空では新型コロナの影響で搭乗機会が減った客室乗務員がふるさとアンバサダーとして地域の商品開発や観光を PR しています。山内さんは北海道担当のふるさとアンバサダーです。
男性のイメージが強い日本酒を女性にも親しみを持ってもらいたいと化粧品の開発に乗り出しました。とても潤って使いやすいっていうお話もいただきましたし、富原さんからはすごい素敵な商品を作っていただいて嬉しいですっていうお言葉をいただいて、その言葉に私も作ってよかったなというふうに改めて思いました。道南で35年ぶりとなる酒蔵を復活させた富原さん。酒店には念願だった地酒ゴッホーに加え、酒粕を活用した商品が並びます。よかったらゴッホーの酒粕で酒粕も一緒にどうぞ。すいません、ありがとうございます。どうもありがとうございました。ゴッホー、それこそ皆さんので、ね、新しい商品の新しい物語を作ってらっしゃる方たちに恥じないように本家本元頑張らなきゃないと思ってます。